皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。ということで今回は藤井小屋選手使っていきたいなと思います。念願ですよ、もうようやく使える。ホークス純正やってるのにね、もうずっと持ってなかったんで、もう本当にね念願の藤井選手なんですけど、今回ね選択契約書で獲得はしてません。はぁと思う方ね、いっぱいいると思います。まあ、選択でね、ずっと藤井さん取りますよと言ってたし、まあ、前回来たね、福袋をこちらでも、引けたわけじゃないんで、じゃあお前どうやって手に入れたんだってなると思うんですけど、一回だけミキサーできたんですよ。まあ、これで出なかったらおとなしく選択で取ろうと思って、一回だけミキサーしたら、奇跡的に出ました。うん、これはすごく嬉しいね。なのでね、選択、他の選手取ることができます。まあ、近日中にね動画出すと思うんですけど、まあ誰取るか予想込めとかねしていただけると嬉しいです。シリーズ1からの変更点で言うと、まず9位が A に乗ってますね。これがでかい。で、あと抑え適性が増えてます。これも結構でかいね。ただ先発も抑えも F なんで、突合しないと、意味がありません。で、あとは球種は特に変わってなくて、特能が変わってますね。伸びが剛速球に変わっています。まあ、そこまで大差はないです。まあ、個人的には結構剛速球推しなんでね、まあ、こっちの方が嬉しいんですけど、まあ、あんまり気にするほどではないかなと思います。もう早く使いたくてうずうずしてるんで、早速使っていきたいなと思います。それでは純正でやっていきます。で、ファーストはねいつも中村晃選手使ってるんですけど、まあなんとなく気分でね松中さん使いたくなったんで、そこだけ入れ替えてます。まあ、本当はね先発させたいんですけど、突後じゃないんでちょっとできないんでね、もうおとなしく中継ぎで出します。おお、うまい。さあ初登板ですよ。初登板、初使用ではないんですよね。スピリーグで使ってたんで。ただ正直スピリーグはなんか結構打たれたような、実は一番打たれたんじゃないかな。まあでもね本当強いです。ただランクだと結構もう打てる人増えるのかな。もう絶対今回の選択でね、もう藤井選手取る人もめちゃめちゃいると思うんで、まあ、かなり増えますね今後。さあ藤井さんがいっぱいいる中で戦っていかないといけなくなりますね。今の空振り見る感じどうだろう、分かってないかな。まあ、怖い時は、まあ、ストレートぶち込んどけばいいんで、まあ、ストレートも速いんでね本当に。こんな感じで詰まります。怖いな。でもね強いんですよ。本当に理不尽な強さなんですけど、ホームランも全然あるんで、まあ結構なリスクは背負ってるし、まあこういうボール球ヒットはねもう打つ方がうまいと思います。まあこれはもう打たれるのしゃあないかなっていう。これあれだよね、打つ側からしたらめちゃめちゃ嫌だけど、投げる側も結構怖いもんね本当に。ああもう本当怖いもん。なんか今のところいい感じで空振り取れてるだけで、怖い怖いけど強い。ああよかったよかった。やっぱ強いな、理不尽だわ。藤井さんといえばですね、今年からね先発転向してるわけなんですけど、もう個人的にねマジで2桁勝てると思います。1年ローテ守ったら、もう紅白戦からねもう出来がかなり良くて、今年からねカーブを覚えて、カーブをね投げてるんですけど、一応モイネロのカーブを参考にしてるのかな。結構えぐいですよ。紅白戦でね早速投げてたんですけど、握り見るまではあれこれどっちだろう、あ、ちょっと待って、長川さん出てきた。ちょっと待って、すんごいの持ってる。16シリワンの S で、タイピンの長川さんだ。待って、打てんってこれ。なるほど、藤井さんには昔の長川さんで対抗するというね。いや、なかなかどっちも理不尽だからな。ある意味似てますもんね。俺もこれ苦手なんだよ本当に。ああ回転ない方がでかいね。もうねこれむずいマジで。まあ、でかい方は分かるけど小さい方が分かんない。あーボール落ちて、よし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 。さっきね言いかけてたことなんですけど、この握り見るまでは今のフォースラかなと思って、リプレイでねその握りを見るとカーブだったみたいな。結構それくらいねえげつないカーブ持ってるんで、今後プロスピでもなんかドロップカーブとかつく可能性あるかもしれないですね。ちなみに、よし、ちなみに、据え置きだとね、球種変わってないんで、まあ来年のシリーズ1も、そのままかなと思います。ただですね、ほんと先発転向してるということで、メインが先発になるんじゃないかなってなるとやばいね。多分中継ぎも S だろうし、抑えもね、やってたんで C ぐらいつくと思うんですよ。あー、これボールか。やっぱ全部の適性あるっていうのも、なかなか理不尽ポイント高いと思います。イエス、オッケー。いや、マジで藤井さん先発、めっちゃ勝ちそう。もうほんと、摂津正しいルート乗ってると思います。まあ、摂津正しいルートっていうのはもう中継ぎで結果出して、もうそのまま先発でもすごいみたいな。もうそれくらいやると思います、本当に。2桁は勝てると思うし、
っぱ三振取れるピッチャーなんでね、もうほんとずっと投げ続ければ奪三振王とかのタイトルも見えてくるレベルなんじゃないかなって個人的には思ってます。いいねいいね、なんかスタミナ切れるとさすがにちょっと分かりやすいし、まあランクだとまだマシかな。あープルヒ出ちゃった。もう大会になると本当打てないんだよね。強いこの長川さん、もう回転逆ってだけで、もう回転逆ってだけで、え嘘、うほほほほ、プルヒ、プルヒ出てたよね今。さあ神采配が炸裂しちゃいましたね。いや松中さん、あの入れといてよかったわ、まさかあんなのが打てるとは。あ久しぶりの上沢さんだな。なんか上沢さん久しぶりに見ると打てないんだよな。なんかうん、やっぱ見慣れてないとこういうピッチャーってやっぱ強いんだなって思う。見慣れすぎてるからなんか一時期弱く感じてて誰も使わなくなったけど、まあ大体ねプロスピのピッチャーって一周するんで、最初強いピッチャーができたらもう強いんですよ、それは当たり前で。ただ強すぎてみんな使うからみんな打ち慣れ始めて、なんか結局みんな打ち始めて誰も使わなくなるっていうこの周期。いや、 やべ、ほらほらほら、もうなんかねこうなっちゃうんだよね。さあ今日から侍ジャパンの合宿が始まってるのかな、多分今日だよね。いやー楽しみですね、とうとう日本代表始まりますよ。日本代表戦はね、韓国戦だけは多分ちょっと現地に見に行くと思うんですけど、それ以外は配信でね、みんなで見たいなとか思ってるんで、まあテレビ画面とかはねもちろん映せないんですけど、まあ配信やろうかなと思ってるんで、皆さんでね盛り上がりましょう。いやほらなんかめっちゃ振り遅れてるわ、なんかシャバいバッティングやの、なんでそんな振り遅れるかな。あーダメだった、やばいね、1点も取れなかったね。それでは2回目の登板です。さあさっき1回で終わっちゃったんでね。さあ剛速球、剛速球出た時のストレートとかもう手出ないでしょ。いいナイスボー、もう全球ストレートでいってみ1回。いいね、さあさあこれで相手多分相当ストレート意識してると思うんで、まあここは普通に縦スラから入ります。あー強い強いよね、結局高めからの投げ分けも強いし、高め意識させといて急にねここら辺に縦スラとか投げたら、まあ結構空振り取れるんで、うん、結構配球の幅って広いんだよね。まあ落ちる系なんでね、落ちない落ちるっていうその2択もまた含まれてくるんで、それが強いです、やっぱ強いわ。さあ強いですがしっかりと援護点を上げな、やばいな全部詰まってるわ、ツーシームにもフォークにも詰まってる、やばい、何かしら解決策を見つけないといけない。こういう時はもうねツーシーム頑張りするんですよ、もうフォーク来たら多分反応できるし、うん、そういうことする。今なんかサードの頭超えると思った。なんかこういうとこでね今日入れた松中さんが決めてくれるんですよ、ほらそういうこと。おや惜しい、そこでホームラン打てば2試合連続ヒーローだったのに。まあさすがに代打出すか、グラシャルかな。あーもうミスター、変化量マイナス1、やばいやばいやばい、マジでやばい、延長に行ってしまう。こういう時の藤井さんほど怖いものはないよね、強いんだけど結構1点差とか同点とかで投げるピッチャーでも実はなかったりするんだよね。ほんと藤井さんの一番効率的な使い方、あー怖い怖い怖い、ホームランではないね、一番有効的な時はもう大量点差で勝ってる時、もうなんかコールドを そのまま決めちゃいたい時とかの藤井さんが一番絶望的だと思います。こういう時の藤井さんマジ怖い、やばい、なんか一発で仕留められそう。あやばくない、ああ終わっちゃ、あ お疲れ様。